みーみーチャンネル始まるよ。みなさんこんにちは、みーみーチャンネルのみーみーです。今日はシャリシャリシャリージュです。スイカがシャリッとして食べるのがうまいです。いや、まだ食べたことないし。中にコーラが入ってるから、凍らせて割ったので中に入れたいと思います。いい匂い。ね、全然シャリシェって感じじゃないじゃん。全然こういう感じじゃないよね。ね、なんだっけ普通のやつ。フルーツ。普通のフルーツになってない？スイカの味が濃くてそこに牛乳があるみたいな。そのままじゃん。少しメロンみたいな味。じゃあちょっとお姉ちゃん食べてみて。なんかメロンの味。スイカの皮の味。スイカじゃないね、メロンだね。美味しいは美味しいよね。今日はコーラ、オレンジジュース、トマトジュース、黒酢、玄米甘酒、生クリーム、タピオカミルクティー、ごくごく飲める、毎日いっぱいの青酒、青汁、桃のグミ、ジュレ。よっしゃ、やってみたい。イエーイ。飲んだな。うまい。サップサップ。泡だから。シュワシュワ。なんか水分多くない？マグロに見える。マグロの醤油の。なんかマグロだと思うと美味しそうね。めっちゃ飛びまくってるじゃん、ミミ。メロンとコーラって感じ。牛乳の方が甘い。牛乳よりうまい。何点？6点。8。もうこっちの方が好きかも。まあでも6点かな。マジじゃん。トイレ行ってきます。次は生クリームでいきます。いや、もう生クリーム絶対美味しいでしょ。生クリームって大好き。美味しそう。めっちゃ美味そう。今までで一番シャリーチェっぽいよね。一応ミミのね、ミキサーね。生クリームの風味がふーって出て、メロンと、間違えた、メロン、まあいいや、メロンの味だから。メロンに生クリームがふっとついて、それを口に入れて。こちらは9点ぐらいかな。濃厚なフルーツ、うん、何点？8。お、これ一番甘い。いや、美味しそう。私ちょっと生クリーム多めがいい。なんかちょっとグミっぽくない？知らない。そう。8？ 美味しいじゃん、これ。10でもいくらい美味しい。次はオレンジジュースでいきます。鶏肉入ってるみたい、卵の中。美味しい。結構美味しい。キウイの味。なんかオレンジってさ、結構甘いじゃん。うん、そこにさ、メロンってさ、結構甘いじゃん。うん、キウイフルーツとね、似てる味。フルーティー。うん、美味しい。なんか酸っぱい。フルーツの味、キウイフルーツでしょ。うん、え、食べたことあるこの味。あ、グレープフルーツ。グレープフルーツ。ピンクグレープフルーツ。うん、これめっちゃうまい。ラムクリームこしたわ。9だわ。8。次はトマトジュースでやります。マグロ、でっかい巨大なマグロ。じゃあ食べます。ぬっとりとしたトマトジュース。トマトジュースなんてしかしないんだけど。トマトリって何？微妙な皮ですね。フルーツトマトみたいな。ぬっとりじゃない。うまっ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 。これ美味しい。大量にトマトジュース入れて飲んだら美味しいと思う。だよね。なんか健康食品みたいな感じ。なんかおばさんとおじ。なんだ。私これ一番好き。これはおばさんとおじさんから飲む、なんか毎日すっきり茶みたいな。9.09。相当高いじゃん。美味しいよねこれね。次は黒酢いきます。ママよく前に黒酢バナナ飲んでた。
たんだよ。まあごめん。目に目に。桃みたい。黒ずとめの。そのまんまじゃん。共通の感じではしない。いや、黒酢結構味したよ。美味しい、美味しい、美味しいの、美味しい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 。こういうアイスあったら私すごい好きなんだけど。あ、ミミ何ある？なんかあった？なんかあったって何が？じゃあ、はい、もう一回。何か変わらない？黒酢の味濃くない？うん、美味しい。結構何混ぜても美味しいっすね。9.5。次はタピオカミルクティーいきたいと思います。ね、タピオカめっちゃちっちゃい、このタピオカ。ミミミ早く入れてよ。でね、あ、これスイカの種。あ、ほんとだ、スイカっぽい。タピオカと一緒に。めっちゃうまい。そうなん。ミルクティーってお茶じゃん。うん。タピオカも美味しいし、ティーとスイカがまずあって、そこにタピオカがあるっていうのがいい。9.09。いやー、大人のフルーツって感じ。うん、普通に美味しいね。難しくなってきた。まあ7、うちも7。次はごくごく飲める毎日一杯の青汁を入れたいと思います。ちょっと待って、前に青汁飲んでた、懐かしい味。え、なんかスイカの皮、タピオカ入ったらスイカになるじゃん。めっちゃうまい。緑茶、粉のお茶みたい。緑茶、緑茶みたい。緑茶ね。あね、あね。草、草の味。草、木の根っこ周辺の草。緑茶、草だってば。芝生っぽいね。うん、芝生って言ってたら犬の味もした。犬の味って犬食べたことあるの？まあ5かな。8.05。次は白桃時代でいきます。あれね、開かない。お姉ちゃん開けて。なんでここやな。ありがとう。サンキューベマチョー。ベマチョー。スイートマンゴー。えいえいえい。最初に桃の味が出て、次にスイカの味が出て、両方の味が出る。甘い、とにかく甘くてお腹が、うわ、甘い、やばい、しょっぱいもの食べたい、うわ、水ってなって、ベッ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 ドベトってなる。果樹園の味。果樹園。確かに。髪の毛。果樹園。甘い、甘すぎる。ジャム食べてるみたい。アリが食べてそう。はぁ、やだ。甘い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 。毒。いよいよ最後は玄米甘酒です。うわ、すごいね、ゆっとりしてるね。これね、甘酒ね、ママが飲みたかったの。玄米の甘酒なんてないじゃん、あんまりね。なんかさ、シチューみたい。甘酒が美味しくて強い食感が出て、そこにスイカ、メロンが来て甘い甘酒になるんですよ。その後にずっと食べてると、なんと甘酒が小さくなり、メロンが大きくなって、こうなって、で最後甘だって、すっごく美味しい。1000万点。お、出ましたか。いや、見た目が悪い。なんておっしゃった。まずい、甘すぎる、甘すぎる。ピーチより甘い。蜂蜜に土を少々入れたくて。全然みんな味覚違うじゃん。ミミが言ってたのも分かる。甘すぎる甘酒。だからメロンと甘酒が混ざった甘いの。もう言ってない。顔がうーんってなるぐらい甘い。3、2、8。
以上です。シャリーチェにいろいろ混ぜてみました。どれもすごく美味しいです。まとめ、家に牛乳がなかったら家にある飲み物を入れても美味しく食べれます。もうお腹いっぱい。ねえ、お腹いっぱいになったね。いっぱいもの食べたい。バイバイ。チャンネル登録してね。